hill. Each time you try, gonna get just a little bit better. Each step you climb, one more step up the ladder. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place with a brand new attitude. But you still gotta catch 'em all. Be the best that you can be.森とんかつ、泉にんにくか、こんにゃく、まれ、天ぷら。ということで、皆さん、こんばんは。大人の実況プレイ、ポケモンクリスタルへ、ようこそ、いらっしゃいました。今夜も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけで、そこのところ、ちょっとテルコさんにツッコミを入れてもらいたかったんだけど、どうしたの？爪でも、また切ってた？そんなわけで、我々、今、旅をしているわけなんですが、いつもの、深夜の時間帯に状態を見ていきましょうか。結構ボロボロだね。ちょっと待って、テルコさんだけ元気じゃないか。サボってた？何をおっしゃるウサギさん。なんか一人だけ元気だからさ、偉い。まあテルコさんが元気なら大丈夫かな。まあ念のためちょっとスペダラックがね、パラライズ状態っていうのは痛いんで、やはり直してあげようかな。もしかしたら、街は近いのかもしれないけどね。どれだろうね。ポイズン、パラダイス、これか。ユーズ。加えて、出し惜しみしてもしょうがないんで、ポーションも、使ってあげよう。よーし。でだ、念のため、今目指しているゴールデンロッドシティっていうのがどこにあるのか。34まで来たでしょ。うん、地図上ではね、もうちょっとのはずなんでね。お、ラジオタワー、ルート35。ナショナルパーク、ルート36、37。うん、なんだこれ。いくらチャンクシティ、いくらチャンシティ。イクラちゃんシティってのがありますね。うん。まあ、とにかく、やっていきましょうか。さあ、あいつ、襲ってきそうだね。こんばんは。俺は、ベストだ。クラスでベストだ。そういうこと言う？俺は、お前らより、上だぜ、みたいな。イアン。お、マンキー。やる気満々じゃん。相当イアンってこの影響を受けちゃってるね。そうしたら、聞くよね。とりあえず、ヒプノーシスで眠ってもらおう。あ、眠らない。夜型か。やった。よっしゃ。そしたら、眠ってる間に誰かと交代しようかな。誰がいいんだろうね。早速スピナラックとか行っちゃう？よし。じゃあ、そうだ、このコンストリクトっていうのよく知らないんだよね。使ってみようか。まだ眠っています。巻きつく。どうだ？弱っ。じゃあこっちだな。まだ眠っています。やだよ、これ眠ったふりだったりしたら、スピナーラックに舐めてもらいたいとかさ。いや、目つぶってるから、基本的にまあ、ギャスネーにいたぶってもらっているっていうつもりなのかな。妙に痛いなぁ、刺さるなぁ、みたいなさ。残念だったね。お、今お目覚めです。見つめようとしたけど失敗した。そうだよ。ポケモンが変わっていました。そしてレベルアップ。おめでとう。次が、お、やべえ、ジグレットとかさ。誰かいる？ジグレット。誰がいいんだろう。
まあ、強いて言うんであればテルコさんなんだけど、ウーパーいけるかな、レベル次第だよね。まあ、ウーパー行ってみてとんでもなかったらテルコさんね、元気なんだから。お、すごい伸びた、12か。これきついね、これきつそうだね。一旦退却するか、経験値だけもらっちゃおう。じゃあテルコよろしく。お任せください。いいね。お、何、マグニチュード、マグニチュード7、なんだこれ。ふう、脅かしやがって。ウォーターガン、飛ばせ、つゆ、いいね、スーパーエフェクティブ、サンキュー。102、ウーパーも美味しいです。それでこそリーダーテルコ、助かるよ、チビーズが育ちます。お、一生懸命やったのにって、俺はクラスのスターになるんだ。さて、ちょっと夜のポケモンでも見ていきましょうか。夜のポケモン、お、朝も夜もラッタッタ。さえならっきょ、お、なんか宿屋ポケモンではあんまりないよね、急に宿屋があるとかさ。闇五郎タイムではおなじみ、フートフート。ちょっとあれだよね、あの目のところがメイクしてるみたいでかっこいいよね。なんかキッスのメンバーみたいな感じがして。お、デイケア、あのこの間のあの栗 T シャツを着ていたおいちゃんがここ寄ったって言ったよね。我々にどうぞお任せください、ポケモンを。お、じゃあちょっと寄ってみる。ちょっと待って、あそこにさ、おまわりさんみたいなのがいるんだけど、もしかしてさ、夜徘徊している子供たちを取り締まってんの。お、ずいぶんとご年配の方がやってんだね。お、私がデイケアマン、じゃ、エッグについて知っているかい。わしはポケモンを育てていた、ワイフと一緒に。ワイフ、なになに、ショックを受けたんだよ、エッグが見つかってな、すごい発見だった。うん、この卵は必要ないかい、ならいいや。ん、お前のもんだって。お、ノールーム、ノールーム、何、卵をいきなりくれんの。おばあちゃん、それでいいの。おじいさん、卵をくれようとしているけど、本当はおばあさんが大事に大事にさ育てて、いずれ食べようと思っていた卵なんじゃないの。何、私はデイケアレディーですレディー、卵について知っていますか。私の旦那さんはポケモンを育てていました。そしたら卵が出てきてショックを受けました。すごい発見でしょ。あなたに代わって育ててあげましょうかって。ああ、とりあえずのカマゲンアプーということで、おじいさんが卵をくれようとしてるんで、じゃあお言葉に甘えて、じゃあどうしようかな、この先カットあるのかな。まあとりあえずちょっと先行ってカットの場所があったらすぐオッディシを呼び戻そうか。じゃあ一旦オッディシュ、ありがとうね。うん、でってみようか。うん、変わった卵を手に入れた。うん、それを見つけたんだよ、ちょうど誰かさんのポケモンを面倒見ていた時に。うん、しかしそのトレーナーは
その卵を拒否した。だから取っておいたのさって。へえ、なかなか今回の金銀クリスタルでは卵っていうもんが出てきますね。そしてなんかアイテムがさ落ちてそうじゃん。なんか前さ、おい見つけた、スーパーポーション、こういう庭がさある、あの間違ったよね、大きい。もうないの。ここで普段育てていたり遊ばせていたりとか、お遊戯の時間の場所にしてんのかな。やー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 、なるほどね。うん、ちなみにイエスって言ったらどうなんのこれ。あ、なるほどね、オッケー。そしておまわりさん、おまわりさんがもしも勝負だとか言ってきた時のために、まあギャストリーでいいかな。こんばんは。お、なんだなんだ、ビビらせやがって。後ろからさドンってやってやろうぜ。お、誰だ。お、やべえ、なんか変な音。何をしようとしていた。まさか。お、しかもなんか懐中電灯持ってるし。キース巡査。名前はかっこいいね、キース。おお、なるほどね。警察犬っていうことね。設定が面白いよ。逃げてくんないかな、じゃあ。ワンワンつって。ヒプノーシス行くかな。行ったー。よし、交代。起きたら、起きたら目の前におばあさんが立っていたっていう体で行こうか。誰がおばあさんじゃ。あれ、テルコさんおばあさんじゃないの。ピッチピチのチャップチャップよ。チャップチャップって何。いいね。しかもテルコさんもうレベルが上がりそうじゃないか。サンキュー、レベルアップ19歳。お、なかなか子供にしては。うん、今日は異常なし。マジで良い子にしておくんだぞ。うん、さーて、ちょっと待って、この木ってさ頭突き用の木じゃない。ちょっとやってみる。よろしく、ジュリオ。なし、もう一回。スピダラックか。眠ってはいないんだね。初めてやった時確か眠っているポケモンが出てきたから、てっきり全員眠っているのかと思ってた。ちなみにこれはできるの。これはできない。よし、お、シムシティアイランド。じゃあちょっとここも。夜のポケモン。お、こんばんは、アーブラさん。うん、ちょっとさ遊んでみようよ。遊びましょう。いいね、逃げた。そしてあっちになんかいましたね。よう、うん、何、自信があるのさ自分の実力に。お、言うね。見たいかい。見たい。キャンパートッド、グリーンベレー、お、サイダック、レベル、お、14。頑張って育てましたね。さーてどうしよっか。サイダック、水の技とか覚えてたりするのかな。この段階でテルコさんに変えてみようかな。テルコ、よろしく。
お、ディスエイブル、やった。じゃあレイジの怖さを見せつけてやってください。私の怒り、スクラッチ2倍海洋拳、いいね。尻尾を振ってきた。降参かい。強い。そしてギャストリーレベル15、おめでとう。お、訓練に失敗したのか。うん、どうやらそろそろ一匹をデイケアに連れていくべきかもしれないって。それかアイテムを使ってあげるか。うん、お、こっからゴールデンロッドが見える。ゴールデンロッドのデパート。おお、っていうとなんだ、栗たちの世界にあった大きな街っていうね感じがしますね。お、バーゲンセールがあるって。あ、今回時間っていう概念があるからね、もしかしたら曜日によってはっていう。うん、屋上にはよく行くべきって。お、フォンナンバーいいよ。セールがあるときに教えるよ。いいね。遠くなければ夜よ。じゃあだいたい遠いときに電話かけてくる傾向のある子がいたりするもんだからね。お、デパートを毎日チェックするんで。お、ありがとう。よし、じゃあ夜のポケモン探し。でかい。おっと、ワイルドドラウジー、でっかいな。さーてと、ワイルドドラウジーなんだが、どうだ、舐めたらいっちゃう。ペローン。お、大丈夫そうだね。しかも痺れました。いいね。お、ヒプノーシス。じゃあ交代しちゃおうか。ドラゴジーっていうと、エスパー系だよね。エスパー系っていうと何がいいんだろうな。まあ、テルコさんが無難だよね。スイッチ。あとはだってもうボールを投げるだけだから。よし、じゃあよろしく。パックで、ポキボール。どうだ、やりました。ドラウジーキャッチだぜ。大きくなったね。うん、鼻をくねくねさせた時、誰かそばに眠っている人がいるっていうことが察知できるって。で、何その夢を食いますって。いいね、面白いね。ここ面白いね。もう一回ぐらいやろうか。おっと、ドラウジー村か。そしてギャストリーが眠ったまま。これは危険。っていうことは、お、ゴールデンロッドシティ到着です。真っ暗。営業してんのかな。とりあえずポキセンター。いや、楽しみだな。今回は思いっきりこのゴールデンロッドシティを探検していきましょう。お、高いポケモンのレベルが高いポケモンがいつも勝つわけではない。うん、タイプによる、あ、優劣があるからね。うん、最強なんていうポケモンいないのさって。チームバトルだからね。お、お電話です。上位上位上位とはね、どん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 離れていきますよ、距離が。心のじゃないよ。まあ、レベル差的に言っても離れていってんのかもしれないけど、あ、わかんない。上位も鍛えてるかもしれない。こんばんは。コロシウムは
上にありますよって、リンクバトルのための通信バトル。うん。バトルは記録される。壁に。だから、負けるわけにはいかない。お、君のパックは、重そうだね。どういうこと？新しいパタゴニアのリュックサックくれる？なになに？イオンメールっていうものを持っていたりしませんか？イオンメール。娘が欲しがっている。うん。なるほどね。ギブアウェイイオンメール。イオンメールをあげますか？持ってたっけ？だって、持ってるか持っていないかわかんないけど、なんか持っているっぽい感じに向こうが受け止めてるから、一応イエスって言っとく？で、向こうがイオンメールっていう風に解釈しているものが、実はうちのテルコさんだったりしたら、まあ、テルコさんとはここで卒業、お別れだね。養子だね。うん。Yes. Oh, you don't have. あ、持ってない？残念だ、待って。なんだよ。テルコをイオンメール扱いしてくれないか。うん。っていうことで、サムネタイム、行きましょうか。今回のサムネ。今回の、サムネは、そうですね、じゃあ、この、チッスでいきます。チッス。チッスチッス。バグ、ポイズン、ハードン。よし。というわけで、ギャストリー、テルコ、スピナロック、ウーパー、ジュリオ、そして卵と。何が出てくるんだろうね。あの卵を拒否したっていうトレーナーは実はうちの故郷の助手だったりとかしたら本当に怖い。さっき出てきたあのキース、あの警部に相談に行かないと。わりかし早めに。うん。お、ラジオタワーはランドマークになってる。おお。今ちょうどキャンペーンをやってる。お、いいね。君のポケギアをモディファイしてくれる。お、いいね。うん。ラジオとしての機能がつけられる。お、じゃあ早速行こうぜ。まあ、でかいな、ここ。これデパート？でかいな。ちょっと先にラジオ行こうよ。曜日がそういうの決まってるんだったら。あ、君の遊び場。インターネットのようなもんだね。ゴールデンロッドシティ。ゲームコーナーもあんのか。ちょっと行きたいとこいっぱいあるな。おじいさん、楽しいね、この街。なに、昔はもっと良かったって？うわ、なに、大きすぎる、広すぎる。もう何がどこにあるのか分かりゃしない。切実だな。こんばんは。君はトレーナーかい？お、いい電話番号を知ってるよ。お、ビル、あ、ビルって、あのビル？あたちのお兄ちゃん。ビル、あ、お兄ちゃんが、ポケモンの保管システムを作ったのよ。おお、それは誇らしいね。でもあれだね、ビルは、だからお兄ちゃんのこと、ここは実家ってことでしょ？ずいぶん、こじんまりとしてるね。こんなシステム作ったんだからさ、もうちょっと金があってもいいんじゃないの？家にあんまり送ってない？研究費で全部費やしちゃってる？お、ポケモンを集めてんの？私の息子、ほら、お母さんじゃん。ビルなんですよ。エキスパートです。お、誇らしいんだね。誇りの、自慢の息子。ちょうどポケモンセンター？お、イクラちゃんシティ。お呼びがかかった。あ、なるほど。今そこにいんだね。じゃ、近いじゃん。会いに行こうか。後ほど。この先何パート目になるか分かんないけど。旦那が、お、ゲームコーナーに行った。許可もなく。It's a TV。うん。お、ラッキーチャンネル、やった！どうだい？調子はどうだい？さあ、ご機嫌かどうかは知らないけれど、これは逃しちゃいけないよ。ラッキーナンバーショー。今週のラッキーナンバーは51920で、ああ、残念だよ。
皆さんはあのハイリちゃん の, あのトレーナー ID 記憶してますか？パッと言えなきゃダメだよ。僕は言えるよ、すぐにね。あえて言わないけど、今ここで。ウネさん、ずるいよって。んーと、なになに？お、地下にもショップがいっぱいあるよって。でもさ、音楽が。大丈夫なの？このショップは。ん？非公認なんじゃないの？あ、トレーナーもいます。だから怖いんです、下に行くのが。そうだよな。本当はね、ラジオ局っていうところに行きたいんだよね。今ちょうど時間的にはね、トレーナーとかと出会ったりして戦闘になって長引いたらやばそうだから、全体像をまず見てみよう。いいひいひいひい、どうした？地下？お、デパートの地下で遊んでいてひどい目になったって。ゴールデンロッドシティ、お祭りのような街。あの黒服の男性はチームロケットのメンバーのように見える。お、ステーション降下。それよりもその黒服の男性ってどこにいるの？あ、いた。新しいラジオタワーを古いのに取って代わるように建てている。おう、ゴールデンロッドシティ、ラジオタワー。そして、こいつ？さあ、これがラジオタワーか。お、何の用だ？あっち行け。お、怪しいね。今のうちにさ、ぶっ殺しといた方がいいんじゃないのか。なんつってな。じゃあ、行ってみようか、ラジオ局。お、まあさすがにね、警備員さんが立ってますよね。ちょっと待ってね、この花壇もね。調べちゃうよ。こんばんは。ん？電車がまだ来ていない。お、わかった。電車が来てないならお客さんを背中に乗せればいいんだって。すごいな。いや、それは無理だ。おかしいな、ここ電車の場所だった？あ、ステーションね。ステーションっていうのはラジオステーションじゃなくて、それ文字通り駅の方のステーションね。じゃあこっちがラジオ局か。お、受付。ウェルカム、ありがとう。夜遅いのに、夜遅いのに。年頃のお嬢さんが、こんな週末に何をしてんですか。1階受付、2階セールス。お、ちょっとセールスっていうとこ行ってみたいな。ラジオ局の営業でしょ？だから、あの、いろんな広告媒体とかさ、集めてきてるでしょ？3階パーソネル、お、社員のところね。プロダクション、お、制作部。5階がディレクターズオフィス。おう。これ、頭突きできないの？はい、お、はい。ラッキーナンバーできたのかいって？違うよ。ID ナンバーを、君の ID ナンバーを調べましょうかって。大丈夫、もう覚えてるから、そんなのは。もう聞かれたらパッて昼寝になってるからね。なになに？ラッキーナンバーを手に入れたら、お、商品が出ます。今週は51920で、君のラッキーナンバーが該当するかどうか調べましょうかって。いや大丈夫、該当してないから。ん？該当してません。悲しくなるだけじゃないか。こんばんは。スペシャルクイズキャンペーンをやってます。お、いいね、やりたい。5つの質問を、正解してください。そうするとラジオカードが当たります。ラジオカード、ポケギアにスライドさせるとラジオを好きな時にかけることができる。お、やってみる、やってみる。さあ、皆さんも一緒にやろうね。質問1、はい。朝にしか現れないポケモンがある。Yes, No. Yes. お、やったね。正解。クエスチョン2。これは正しいでしょうか？はい。マートでは、実を買うことはできない。どっかのさ、でも、あれだよね。本当にお金に困っている人たちはさ、それを育てて売ったりとかしてんじゃないの？おろしたりとか。でもそれはあれ、なんか
非公式っていうか認められてないんじゃない？だから You can't buy なら、Yes になるのか？英語の Yes のはあれだからね、ちょっと日本とは性質が異なるからね。 Yes。 よし、クエスチョン3、HM の01はフラッシュでしょうか？おう、 HM の01はカットだよね、だから No。 クエスチョン4、フォルクナー、お、フォルクナーはバイオレットジムのリーダーでしょうか？鳥ポケモンを使う、 Yes。 わお、また正解。最後の質問です。はい、じゃじゃん、ゴールデンロッドゲームコーナーをスロットマシーンはチャラマンダーがリールについているでしょうか？うわー、寄ってけばよかった寄っておけばよかった。チャラマンダーがリールにあるかどうかなんてわかんないよ。チャラマンダー、天ぷらでしょ？天ぷらさんいる？どっちだと思います？皆さんは。まあ、いっちゃうね。でもな、一応メインキャラクターだったかな、前回の。でも前回はあのドガースとか、あれだよね、ロケット団が経営してたんだもんね。だからロケット団と関係あるやつが乗ってたんだよね。今回のこれは誰が経営してんの？ロケット団解散してるから。イエス、天ぷら、天ぷらのそのなんていうの、ネームバリューにかける、ネームバリューとそのなんていうの、かっこいい感じにかける。イエス、オーマイガー残念だよ、天ぷらはそこまでメジャーじゃなかったよ、まだまだ。それはそうだよね、だってさ、カッパエビセン食ってるだけだもんなそれは違うって。お、僕はメアリーが大好きなんだよ。なになに、あ、ポケモントークっていう番組の司会者なんだね。声に惚れてるんだ。なるほどね。ベンは、お、素晴らしい DJ です。声が甘くてとろけそう、ね、意外とさ、両方とも虫ポケモンかもしれないよということで、ちょっともう一回クイズ、これ同じ問題が出たりするんじゃないの？やってみようよ。はい、なんだ、余裕じゃん、同じ問題じゃないか。これだとさ、一体何のためにさ悩んだのってことあるよね。で、最後の問題だけさ、急に変化球投げてきたらびっくりするけど。はい、ゴールデンロッドのスロットマシーンにはチャラマンダーがリールについてるか、 No。 あいつ全然メジャーじゃないからビンゴー、致命傷、コングラチュレーションズ、祝給食、はい、君のご褒美ラジオカードでーす。ハイリちゃんはラジオカードを受け取った。ハイリのポケギアはこれで、お、ラジオとして機能できます。やったね。どれよ、どれどれ。お、どんどん増えるね。地図、電話、ラジオ。お、ちょっと待って、すごいな、チューニングって。どうやんの、あ、こうやんのか。お、 OAK のポケモントーク、メアリー、あ、メアリーこれでやってん。じゃあ OAK に聞けばメアリーがどんな人かっていうのがわかるんじゃないの。か、あの制作部かどっか行けば会えたりするんじゃないの、ひょっとして。ポケモンミュージック、ベン、 DJ ベンです。今日は日曜日です、なのでポケモンマーチでノリノリになろうぜ。ラッキーチャンネル、これは知ってるね。あんまり番組数は多くないのかチャンネル数っていうか。久しぶりにさ、ママに電話してみようよ。え、県外、あ、マジだ
マジだ、すげえ。じゃあ出たらかけられるの？あ、3本立ってる。昔で言うバリさんってやつですよ。ハロー。お、はい、はいり。お、頑張ってる？お、ゴールデンロッドシティに来ているんですね。うん。確か、ラジオタワーがある場所でしょ？お、見学はしましたか？ところで、お、3035ポキドル貯金しました。おー。すごいのかすごくないのか、どんぐらいさっ引かれてるのかよくわかんないんだけど。おーっと、貯金続けます？ Yes。 OK。 応援してるよベイビー、サンキュー。ということで、そろそろお時間だね。せめてラジオ局は全部見たいな。頑張ろう、急ピッチで。こんばんは。お、ポケモンのラジオ局で流れる子守歌はポケモンをすやすや寝かせる。ジグリーパフ、あ、ジグリーパフが歌ってんじゃないの。 Anywhere Anytime ポケモンラジオ、あ、入っちゃっていいのこれ。お、ブルーカードがないとポイント交換できないよ。ブルーカードを忘れずに。なんだブルーカードって。ブエナ、はい、私はブエナ。ラジオプログラム、パスワードについて知ってる？知らない。このプログラムで出てくるパスワードを答えることができたら、ポイントが贈呈されます。そのポイントを集めて、いろんなものと交換しよう。わあ、いいね。なんだこれ。Here you go。もしかして、くれんの？優しい。ブルーカード、ゲットだぜ。お、パスワードショー聞いてね。お、聞く聞く。いつやってんの？いつやってんの？エブリナイト、6時から12時まで、夜中の。6時が過ぎちゃってるよ。なるほどね。お、ちょっと待って、見して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 。お時間がないからな。ウルトラボール、2ポイント。フルリストは2ポイント。投げ、マジで。金券じゃん。だってこれいいの？ナゲットとかくれるの？単純計算するとナゲットが5000でしょ。だからすごいねこれね。プロテイン、お、アイロンもあるんだ。ジョバンニさんが大好きな。すごいな。お、コーヒー、コーヒーじゃないか。お、プロフェッサー大江健のポケモントーク、熱い番組。2回セールス。あれ、君さ、木炭野郎じゃないの？何してんのこんなとこで。ソーリー。それに、あ、こっから先は、おう、関係者以外禁止。前はそうじゃなかった。うん、ディレクターのなんか様子がおかしい。何々、鏡で映したらボストロールになってたとか、そういう感じ。ヤマタのオロチとか。何、ラジオいつでも聞けるよって。怪しいね。まあ、こうか不幸か、とりあえずここまでしか見学させてもらえないみたいなんで、お時間的にもちょうど良いですし、一旦ここで区切りを打ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はもっとディープにこの街を探検していきたいと思ってますんで、よろしければまたアクセスください。お待ちしてます。それではまたね。さようなら、おやすみなさい。